皆さんご機嫌いかがでしょうか。爽快キクです。今回はね、特別企画でございます。 PS2 の筋肉マンジェネレーションズ、下回ってねえな、筋肉マンのねゲームをプレイしていきたいと思います。さて、以前にもね実況したことがあるんですがね、これ確かね、だけどストーリーがないんですよね。ストーリーモードがなくて格ゲーみたいな感じなんですかね。ね、ね、最近俺らエルデンリングの実況もやってるんですけど、就職氷河期世代をエルデンリングをやろう、ファミコン世代をエルデンリングをやろうって言ってね、まあ俺ら就職氷河期世代で、まあ、苦労した人間なので、皆さんもね苦労している方いるかなと思って、そういうテーマでね実況してるんですけど、まあ昔を懐かしんでね、筋肉マンね好きだった方も多いんじゃないですかね。俺らも大好きで思い出残ってますね。ねえ、オイラの小学生時代かな。はい。まあ、ただね、オイラジャンプはね、毎週買ってなかったんですよ。なんかね、親に言われて、毎月500円お小遣いもらうのと、毎週ジャンプ買ってあげるのと、どっちがいいかって聞かれて、オイラね、バカなんで、小遣い500円のがいいって言ったんですよ。それさ、ジャンプ当時ね、一冊170円ぐらいだったと思うんですよ。うん、だから、まあ4週あるとして、4かけたら、680円か。ね。合ってる？合ってないかな。だからジャンプ買った方がお得だったって言ってね。それを親父に話したら、お前バカだなって言われた記憶がありますね。はい。なんかやりましょうか。トーナメントやりましょうか。はい。これタッグ戦なんやね。あ、シングルトーナメントもあるんや。ちょっと説明書読んでないんで、わからないんで、まずシングルトーナメントでいきましょうか。はい。8人。まあ、それでちょっと雑談も兼ねてね、プレイしていきたいと思ってるんですけど、皆さん誰が好きでした？筋肉マンの中で。俺らはね、やっぱりラーメンマンが好きでした。あ、ちょっと筋肉マンじゃなくて、ちょっと最初の相手はね、まあ、バッファローマン、ウォーズバーあたりとしようか。超人オリンピックで決勝でウォーズマンと当たってね、まあラーメンマンがねスキルドライバーで、まあ脳みそをえぐられてね、そっからね、死んだかと思われていたラーメンマンがモンゴルマンとして復活するって言ってね、モンゴルマンのマスクがマスクなんですね。モンゴルマンのあのマスクね、あれがなんかあれを被らないとラーメンマンは生きられないみたいなね、そんな設定ありましたよね。それでモンゴルマンと復活して筋肉マンとね師弟関係を結ぶみたいだね。覚えてます皆さん。ただウォーズマンもね、まあロビンマスクの射程としてね、超人オリンピックに出てね、筋肉マンを倒すんだみたいなね。そう、その前にあれ何回目ですかね、最初の超人オリンピックでロビンマスクと筋肉マンが決勝でぶつかるわけですよ。それでロビンマスクが負けてしまう。それで悔しくなって、俺はもう戦えないから、戦えないからってことないか、まあ射程にウォーズマンをね連れてきて、ウォーズマンってソ連ですよね、当時ロシアじゃなかったっけ。どっちやったっけね。ウォーズマンを連れてきて鍛え直して、で次の超人オリンピックで筋肉マンにぶつけるみたいな。つい語ってしまった。もうウォーズマン行こう。まあそれで、まあ筋肉マン、テリーマン、あ、これ懐かしいね。これ、なんだ、カナディアンマンか。カナディアンマンそんな強いイメージないよね。アシュラマン。ね、ネプチューンマン。これ、究極の、あ、モンゴルマンおるんやね。あ、インチョール。マユミはいないんや。ね、人間ジェロニモ。ジェロニモは人間だったんですよ。超人に憧れている人間で、ただ途中から超人になれたんでしたっけね。ねえ。待てよ、これ。なんかうるさい。コンピューターが撮るね。ごめんなさい。なんかコンピューターになってるねんけど。さあ。あ、これで帰れるんやね。まあ、ラーメンマンで。はい。よし。さて行きましょうか。それで、試合開始で行きましょう。はい、ウォーズマン。
ね、今週俺ら競馬ゲーム実況者で、今週から G1 じゃないですか、スプリンターズステークスね。まあ競馬 Vlog 始めようかなと思って、で競馬 YouTuber の動画いろいろ見てたんですけど、まあ皆さんレース映像映しとるね。俺らも映しましょうかね。試しに一回作ってみてどんな感じか、まあ試しに作ってみますね。うん、まあ競馬 Vlog というかやろうかなっていう、まあ、それでまあ収益化どうなんですかね。まあやったらあかんのかもしれんけど、まあ試しにやってみてどんな感じかね。うん、みんなやってるんでそういう精神あかんのかな、どうですかね。ね、うん、さて行きましょう。ね、アナログスティックでやるんやん。ちょっと操作方法わからんから、この当時のさ、やっぱりプロレスゲームってだいたい組んで後技が出るっていう感じだよね。あ、これね、技が出る。おー、いいね。これなんだっけ、ヘッドバットじゃないな。うん、強いな、坊主さんな。なんか光の弾集めたら多分必殺技出るんだろうね。ラーメンマンの必殺技はキャメルクラッチですよね。そのキャメルクラッチでね、ブロッケンジュニアのお父さんのブロッケンマンの体を真っ二つにした。ラーメンマンは残虐超人だったんですよ、ね、正義超人なんですけど残虐超人と言われていて、それがね、まあ、ウォーズマンにやられて、やっぱりなんか弱さを知ったんだろうね。弱さを知ることによって優しさが生まれるみたいなね、そういうストーリーなんですかね。弱さを知って、まあ、やられた人の気持ちっていうのが分かったんでしょうね。それでまあ優しくなって、ね、筋肉マンと共に、ね、モンゴルマン、ちょっとやり方分かんない。なんか技使えるはずなんだけどな。ガチャプレイでいきましょう。あ、出た。出たよ、これ。ね、何でしょう、これ。あ、これなんだっけ、覚えてないの、この技。何これ。え、空論城楽地。これ知りません。何今の。すごい技出た。なんかいきなりね。あ、ウォーズマンも必殺技だよ。ね、何でしょうね、ウォーズマン。あー、すごいね。スクリュードライバーや。ウォーズマンが笑うとき本気を出すみたいな。二刀流スクリュードライバー。大谷より戦時で二刀流やったんやね、ウォーズマンって。大谷選手より早かったんや、二刀流やるの。ウォーズマン。さすがやな、ウォーズマン。ソビエトの。当時ソビエトやったんですよね、多分ね。ね、うん。ソビエト連邦が崩壊したのは何年やったっけ ?1980? ね、筋肉マンもっと前からやってるから、ちょっとま、あ、やられてしまった。難しいな、もう。ねえ、ラーメンマン。はあ、やっぱりね、スクリュードライバー、ね、怖いですよね。うん。はい。面白いね。これだからストーリーモードとかあったらね、それで今ちょっと買おうか迷ってたのが、キャプテン翼のPS4 のゲームあるじゃないですか。あれをちょっとやりたいなと思っていて、実況したいなっていう。キャプツバもね、俺らまあ野球人ですけど、野球やってましたけど、キャプツバは漫画読んでましたね。うん、大好きでしたね。うん。さて、筋肉マン対テリーマン。この組み合わせはね、いや、筋肉マン対テリーマンってありましたっけ、漫画内で。まあ、仲間なんでね、これは。スタートで、まあ、筋肉マンでやりましょうか。ね、よし。うん、よし。うん、試合開始。うん。ねえ、小学生時代ってすごい楽しかったな、みたいな。俺ら川崎にいたんで、もう楽しいことしかなかったな。いい思い出しかないですね。うん。それが今、すごいね、発展してる場所でね。もうすごい大都会になってるんで、俺らの住んでたところね、川崎のね、皆さんご存知かもしれませんけど、まあ伏せときますけど、うん、これも懐かしいね、これ、テリーマンとなんか、これはこの戦いを実現させるために8年というでもですが、ごめんなさい、動画途切れてしまいました、はい、ちょっと。変なのが出てきて、ポップアップで変なのが出てきて、筋肉マン全然できなかったわ。テリーマン勝った。うん。ねえ、筋肉マンが主役のストーリーですけど、まあサイドキャラクターに魅力があってね。まあただ筋肉マン主人公という感じですよね。他のなんか
たあのスラムダンクとかだと、まあ、主人公がねあの桜木花道でサブキャラすごい人気があってね、サブキャラの方が人気あるんですよね。それでストーリー自体も、まあ、サブキャラにね スポットライトが浴びせられてそっちの方が面白かったりするので、ただ筋肉マンはやっぱり筋肉マン主導のストーリーでしたよね、うん。さてやっぱりアシュラマンだよね。アシュラマンは悪魔超人でしたけど、そのね正義超人だったんかな、ね、いいやつでしたよねアシュラマンね。泣いたりしてね、優しさがあったなみたいな、うん、うん。よし行きましょう。やっぱアシュラマンといったらね、アシュラバスターでね、筋肉バスターが首からねスルッと抜けて筋肉バスターから脱出できるっていうね、その対処方法があったんですけど、アシュラマンは腕が6本あるので首をね上の腕で固定できるんですね。相手の頭を一番上の腕で手で固定して、まあ抜け、その首から抜けるっていうことをさせないように、そういうアシュラバスターっていうのがあってね皆さんご存知ですかね、ネプチューンマンね、ケンカマン。まあネプチューンマンにもね物語があって、ケンカマンだったんですよね。それで何だっけちょっと覚えてないな、そのあたりな。ケンカマンになんか入り込んで、あれ何でしたっけ、神様でしたっけ、なんか入り込んで筋肉マンをやっつけるみたいなね。ちょっと待てよ、お、いいね、これなんだっけね、よし、先にね、よし、いいね。やっぱ腕が6本あるって便利だよね、プロレスにおいてね。まあ、そんな人いませんけど、リアルではいませんけどね。来た、なんか出せ出せ、3つ揃ったらね技出るんで、よし来た、アシュラバスターや。どうですか、来たねアシュラバスター。あ、固定してないや、固定するね。やっぱりこうやって一番上の腕で固定して、あの首からすり抜けられなく映るんですね。改良、あ、これ改良アシュラバスターかね。よし、カッカッカッカーって笑ってましたよね、うん、いいね。ね、筋肉マン今でも続いてるんですかね、ゆで卵さんの。なんか筋肉マンって漫画出てるよね、俺は全然知らなくてね。その筋肉マンの息子でしたっけ、あれ、あの続きではなくて筋肉マン自体の続きがあるのよ。ちょっと詳しく知らなくて、あ、なんかいや、マグネットでやられとるわ、うん。ああ、なんだっけこれ、うわ、これ懐かしいな、喧嘩ボンバーダブルレッグスープレックス、懐かしいね強いネプチューンマン、まだまだチャンスある、アシュマン勝て、お前には腕が6本ある、それを生かすんだ、お前の特徴を生かすんだ。あ、やれたね、よし、ガチャでいこう、ガチャ、もう一回来ればいけるよ、よし、もう一回来ればいける、よし、もう一回来い、あー、やれた、待て、もう一回炎よ止まれ、うわー惜しいなすごいガチャプレイで、ガチャプレイになってるけどね、うわ、やばい、うん、ちょっと待て、まだ力残ってる、ちょっと頑張れ、よし、おお、惜しい、あ、来た、やれ、出せない、出た、よし、なんだろうね、今度の技は。あ、改良アスリアバスターか、下回ってないですね、ごめんなさいね、ね、怒りのお面に変わって、アシュマンでも泣くんだよね、このアシュマンね、なんか可愛げがあるというか、うん、カッ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 カーみたいな、うん、ね、競馬ブログやりたいんで、まだ倒せない、ちょっと待て、フォールの仕方わからんな、これ、フォールあるのかな、フォール、わからん、これフォールしたいんだけど、ね、フォールってどうやってやるの、わからない。待てよ、全然攻撃が、おお、やれてる、待て、
って待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 って、ちょっと待って。これだから操作方法を覚えてやらなあかんね。もう一回なんか操作方法を覚えてもう一回やりましょうか。ね、筋肉マンね。これストーリーやったらいいんだけどね。なんかやり込みたいな。グラフィック綺麗だよね。今見てもね、絶対綺麗だよ、これ。PS2 だけど。あ、やれたわ。やれた。はい。いいね、筋肉マン。だちょっと今度やるときやったら操作方法を見ますね。あの、説明書も、まあ、ありますんで。はい。まあ、それでね、まあ、今回雑談しようと思ってたわけですけど、まあ、まあ、競馬 V6 ですね。まあ、レースシーンを映すかどうか、それでまあ、顔出しはどうしようかなっていう、ちょっとマスクつけてやろうかなっていうね、帽子かぶってね、ね、まあ、皆さん、競馬 YouTuber 見てたら楽しそうにやられてるんで、まあ、俺らも楽しもうかなっていう、この秋の競馬の G1 はね、うん。まあ、俺はもう就職氷河期世代で、もうおっさんですからね。なんか、恥ずかしいという気持ちもありませんし、もうこんなご身分ですからね。まあ、人生楽しんでいかないといけないなっていう、まあ、そういう心境でございます。はい、それではね、今回これで終了します。ネプチューンマンかっこいいね。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。